じゃあ次の曲に行く前にここでメンバー紹介をしたいと思います。じゃあまずこちらから、音信線みかんさんです。そう、実は今日は7時に浜松ラブさんとコラボで、はい、もうね、みかんさんずっと浜松ラブで来たところで、はい、ぜひお見逃しの方はきっとアーカイブで見られると思うので、ぜひみかんさんの言う人は浜松イズムさん のライブを見ていただけたらと思います。はい、みかんさんでした。はい、じゃあ次、あ、ちゃんとフラット仕様に着替えて、やっとフラット仕様になりましたね。ありがとうございます。はい、みかんさんでした。はい、次はオンベース、リカちゃん。はい、今日はみかちゃん、リカちゃん、足利女前ヤギ節でね、本当だったらこの時間、ね、矢倉の上で鼓を叩いているところだったのを、はい、欠席してこちらにライブに参加してくださっております。こちらの方にやってまいりました。はい、でコーラスもリカちゃん担当してくれています。はい、よろしくお願いします。じゃあ次はオンドラム、アッピさん。そう、先月は本当に赤い T シャツを着てたので、後ろのカーテンと同化してちょっとびっくりな顔だけなんか見える人がいるみたいな、そんな感じだったんですけど、本当に抜群の安定感のアッピさんです。はい、そして我らがリーダー、アサヤンです。オンギター。今日もライブ用の髪型でバッチリ決まっております。はい、そして最後にボーカルはリエです。よろしくお願いします。2回目のライブです。はい、実は本当に先月のね、オープンマイクが初めてで、でその間に練習1回で、本日2回目ということで踏ませていただいております。ありがとうございます。いきますかね。はい、次の曲も実はバンドの新曲でございます。はい、ラブパッションです。
曲になります。はい、でこの後もいろいろ素敵なバンドさんどんどん登場しますので、また楽しんでいっていただければと思います。でまたちょっと有名な、ね、知ってる曲かもしれないので一緒に歌ってくれたら嬉しいです。ラズベリードリーム。
ございました。フラットでした。